サリム・アリヨー・イブローはソマリアの政治家。2007年にソマリアの首相代理を務める。その後も2020年まで断続的に内閣閣僚を歴任。2007年時点で60代前半と報道されていることから1940年代の生まれとみられる。出身氏族はラハン・ウェイン氏族のディジル氏族のジード。政界に入る前は大学教員をしていた。 2004年11月3日、ソマリア暫定連邦政府初めての首相に、アリー・ムハンマド・ゲイリが指名され、イブローは副首相に任命される。2005年3月31日、アリー・ムハンマド首相と共に、副首相兼財務大臣として、リビアを訪問。2007年1月29日、連邦議会議長選に出るため、財務大臣兼第3副首相を辞任。 2007年10月29日、ゲイディ首相の退任を受けて、1ヶ月弱の間、首相代理を務めた。2007年11月22日で、ヌルハッサン・フセインが首相となった。ヌルハッサン内閣では、副首相兼法務宗教大臣を務める。2008年3月、イブローは副首相の立場で、プントランドの石油採掘に関する権利を認める趣旨の発言をした。 2009年2月14日、オマル・アブディラシドアリシル・マルケが首相となるが、イブローは副首相兼法務宗教大臣に留任。2010年11月1日、モハメド・アブドゥライ・モハメドが首相となるが、イブローは副首相兼法務宗教大臣に留任。2011年6月19日、アブディ・ウェリ・ガースが首相になる。ガース首相は、法務宗教大臣に、 アフメド・ハッサンがボベを任命し、イブローは閣僚から外れた。2013年11月、連邦議員の立場で、アブディ・ファラシルドン首相に反対する動きに署名した。2013年12月21日に、アブディ・ウェリシェイハアフメドが首相に指名され、2014年1月16日、イブローは首相から環境、家畜大臣に任命された。 ところが早くも2月7日に内閣改造が行われ、高等教育大臣となった。2014年10月25日の内閣改造で、イブローの担当は、法務憲法問題大臣に変更となった。前任の法務大臣、ファラシェイク・アブドゥルカディル・モハメドは、10位、畜産大臣に移動した。2014年12月24日に、オマル・シルマル家が首相に指名され、 1>, 1月12日、イブローがついていた法務大臣には、アフメド・ハッサンがボベが指名され、イブローは再び内閣から外れた。2016年11月には、米地区の連邦議員選挙で、出身氏族ジードの51票すべてを獲得して、議員に選出された。連邦議会での選挙により、大統領として新たにファルマージョが選出された。 ファルマージョ大統領は2017年3月に、発散アリ・カイレを首相に指名。カイレ首相は3月21日にイブローをエネルギー、水大臣に任命した。2017年10月14日、あるシャバブによる2017年10月14日、モガディシュ連続爆破事件の際、攻撃されたホテルの一つにいたため、警察に救出されている。 2017年11月6日にはエネルギー、水大臣として、連邦議会で演説している。2018年4月24日、イブローはエネルギー、水大臣を辞任して、連邦議会議長に立候補したが、この時は、モハメド・ムルサル・シェク・アブドラフマンが当選している。その後、イブローはエネルギー、水大臣に復帰。2020年6月、 カイレ首相は大統領に解任され、副首相のマフリモハメド・グライドが暫定首相となった。グライド暫定首相は、イブローを引き続き、エネルギー、水大臣に起用。2ヶ月間の暫定首相期間を経た後、大統領は9月23日に、モハメド・フセイン・ローブルを首相に指名。ローブル首相は10月19日にエネルギー、水大臣に、ハッサン・アブディヌールを指名し、イブロは、 再度閣僚から外れた。ありがとうございます。